キングクイーン軍は、アメリカ合衆国バージニア州の東部、ミドル半島に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は6945人であり、2000年の6630人から4.8%増加した。軍庁所在地は、国勢調査指定地域のキングクイーンコートハウスであり、同軍に法人化された町はない。 キングクイーン軍は1691年にニューケント軍から分離して設立された。軍名はイングランドのウィリアム3世とメアリー2世にちなんで名付けられた。1790年の国勢調査による人口が同じく2000年のものよりも多いことでアメリカ合衆国でも数少ない軍の一つである。初期開拓者の中にイングランドのハンプシャー州オールドアルレスフォードからの 移民ロジャー・シャックルフォードがおり、彼にちなんで軍内のシャックルフォーズが名付けられた。シャックルフォードの子孫が軍内に住み続けており、19世紀までに、タリア・フェーロ、ビバリー、ソーントン、シアーズなどの家系と婚姻を結んでいた。南北戦争中の1864年3月2日、ウォーカーートンの戦いが軍内で起こり、南軍の勝利に終わった。長年軍内の出版物には、 交通信号がないと記されていた。アメリカ国道3 6十号線のセントスティーブンスチャーチのところに信号機が据えられ、この神話は終わった。軍内には法人化された町がなく、州内でも田舎の性格が強いところである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は326平方マイルであり、このうち陸地316平方マイル。 水域は10平方マイルで、水域率は3.08%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。